10アンダー1ストローク差単独トップで最終日を迎えた鈴木愛、1番のパー4です。今日も序盤は素晴らしいアプローチでしっかりパーをセーブしていきました。2番のパー3です。それから序盤はこの辺りの距離のバーディーパット、惜しいシーンというのは続きましたね。はい、まあ、昨日から続いているというような感じでしょうかね。最初のバーディーが8番のパー4できます。しっかり上りのライン残しましたね。真ん中からバーディーパット沈めて、今日最初のバーディー。続く9番のパー5を取ります。ラフからの第3打。40ヤードほどのアプローチ、素晴らしい精度ですよね。タップインでのバーディー、連続バーディーで前半は2つ伸ばします。サンデーバック内に入って11番のパー4、ここはチャンスでした。バーディーパットが決まらず、12番のパー5第3打です。88ヤードのショット、このショットも見事でした。この12番でリードを広げるということになりました。終盤もバーディーが来ます。15番のパー4、このユーティリティでのショットがね、今日は一日中本当に素晴らしい精度でしたね。そして16番のパー4は長いのがようやく決まります。いや、惜しいパットが続く中でやっと長いパットが入りました。最終18番パー5はパーとして通算18勝目を飾りました。